安倍文字便が混んどるから中入れてくれないからね大変車止めんの。あ、違うか、待とけば。はい、こちらでございます。草岡古墳でございます。あれ、来なかったっけね。あら、ないんだ。もうわからんだ。これは入っていきますね、この狭いとこ。わあ、すごいね、これは。この高さは。草岡古墳。古墳ですか、ひし形の。全長 13.15m、原質 2.7m、長さ 4.4m、高さ 2m、船頭は長さ 8.7m、原文部でいて、1.5m 高さ。あ、原質の高さ書いてないんだ。はあ、そんなに 1.5m だと入られへんな。頭が打っちゃうもんね。こんな狭かったっけなんか入ったことあんねんけどね、今やね。今日はライトがあるから見れますね。あら、マスチャありますか。あんなマスチャあったっけ、今や。いや、マスチャなかったな。正月やからマスチャくれてんの。はい、失礼します。はい、入らせてもらおう。お、すごいね、バーッと水も入ってるからね。すごいすごい。いえ、大きな火使ってくれてる。はい、中入ってみましょう。1メーターぐらいじゃないから、手前が。あら、石棺の大きい石棺が入ってますね。石棺なかなかね、見れないからね。はい。正月やから祀ってくれてありましたか。ほら、大きな石棺が。高さ、それほどないやね、高さは。ほんまやね、ここはちょっと問題になってんのよ。これはね、手前がね、低いからどうやって入れたんだ、いうことでね。高さ2メーターちょっとかな。よいしょ。まあ、石油としてはね、小ぶりやけどね、石棺が入ってるだけね。ものすごく見栄え、おお、すごいすごい。この穴開いてたんですか、そら知らなんだね。石ころしか入ってないかね。あー、綺麗な格好してくれてんね。これは、あのピンクの色はどういうことだ。塗ったんかね。赤、朱に塗りましたか。こう入ったらどうよ、おー。おぉ、綺麗に、上も綺麗にね、R つけてくれてるんだよ。もうすごいすごい。すごいでございます。ね、石棺の中はなかなか見れないからね。はい、ありがとうございます。投稿しましたか。これがね、高さがね、2メーターちょっと、あるなしかね、一番高いと2メーターちょっとぐらいはな。これ、くるっと歩けんだよ。長掛けがあって、ちょうど一人で通れますよ、これ。これは問題の船頭でございます。ね、これは入れんやろ、言うて。ここから入れることできんやろって。石棺をね、入れることできんやろって言ってね、ちょっといろいろね、みんなで悩んではるんだけどね。どうしたんやろ。やっぱり上から入れましたか。上から入れたんだろうな。あの上からこう持ってきてね、あの上の方はね、まだ来れますもんね。
縄掛け突起がちゃんとありますからね。4箇所、1箇所、2箇所、ね、5箇所、6箇所あるのもね。はい、祀られてありますからね。はい、ありがとうございました。これ入れたのはね、上からでございます。わしが杉にすんのに、みんなでね、どうしたんだいって言うてありましたけど。これ入れ口がね、1メートルないからね、ちょっとしんどいんですよ。あの、向こうの方にもね、こんもりした山があんだけど、ほら、あそこにも。あれにもね、あの、横にもあるんですけどね。なんだろうね。いやー、これはね、何回か来とるけど、やっぱり最高やね、これ。関節角粉みたいになってるけど。しかも、長方粉ってなってんでね。見た感じ、円粉やけどね。長方粉って。わからんな。長方粉やって。もう一回見てみましょうか。石室の池は全長 13メーターね。分かりました。で、原室が長さ 4.4 メーターやからね。そういうことか。だから9メーターと4メーターぐらいの感じやね。だから船頭の高さが2メーター。2メーターしかないやんわ、やっぱり。はい、ありがとうございました。草垢古墳でございました。ライト持ってくるとね、いろんなものが見えますわ。はい、ありがとうございます。ライトなかったら奥の方が見えないんでね。いやー、いい、よかったよかった。この、ちょっとね、この所が、道が狭いんでね、こけんように。はい、ありがとうございました。今日桜屋をね、なんか急遽回っとんだけど。あの山なんだろうな、あの山。あの山気になるんだけど、あの山。あの山なんでしょうかね。今度はあの山行ってみたいだからね、気になるね、あれ。はい、ありがとうございました。草垢古墳でございました。